飲むだけで代謝が上がって痩せるお茶をお伝えしていきます。この動画では1つ目、なぜこのお茶を飲むと代謝が上がって痩せることができるのか、そして2つ目、一体そのお茶はどんなお茶なのか、そして3つ目、具体的にどのように飲めばもっと効果を出すことができるのかという、この3本仕立ての構成でお伝えしてまいりますね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。ぜひお役立てくださいね。それでは早速お伝えしてまいりましょう。では1つ目の項目に行きます。なぜこのお茶を飲むと代謝が上がって痩せることができるのかでしたね。それはあなたの腸内環境を整えることができるお茶だからなんです。例えばあなたの腸内環境がこう悪い状態、どんな状態かと言いますと、悪者がこう多い状態ですね。悪玉菌と呼ばれる、その別名デブ菌と呼ばれる菌が多ければ多いほどやはり太ってしまう。なぜかと言いますと、そういった菌が多い腸内環境をお持ちの方というのは、もうとにかくですね、こう太りやすい食べ物が食べたくなってしまうということに、ね、なっていくんですよね。以前の私もそうだったんですけれども、もうどうしてもですね、甘いものがもうやめられない、止まらないだったんですよね。もう私毎食後おやつ必ず食べてましたし、もうどうかしたらですね、もう食事よりもお菓子が食べたいので、そのご飯の量を減らしてでもその分おやつ、お菓子をね食べていたんですよね。もう洋菓子和菓子問わずも何でも食べてたわけです。しかもまたすぐお腹が空きますから、間食としてもすぐにやっぱおやつをね食べてましたし、夜、お風呂上がってですね、食後のそのお風呂のデザートじゃないですけど、アイスをねもう毎晩食べてたみたいな、そんな人だったんですよね。ところが今は腸内環境が整いまして、私の腸の中は何がいるかと言いますと、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が私とても優勢、要は多いわけなんですね。そうすると自然とそういったこう太りやすい食べ物、甘いものであったり脂っこいものであったり、そういったものがこう自然と食べたくなくなるんです。なぜかというと、善玉菌の餌となるものがそういった太りやすいものではないからなんです。逆に先ほどお伝えしたデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好む餌というのが、その甘いものであったり脂っこいものであったりですね、そういったことになっていますから、もしあなたが甘いもの、太りやすいものが食べたくなってしまう、また止まらないということが起こっているようであれば、あなたがお悪いのではないんですよ。安心してくださいね。あなたの腸内が悪いだけなんです。ではその腸内環境を良くするものを自然とですね、その食べること、食事を置き換えていけば、あなたはその痩せ体質になることができるんですね。なので今回私がお伝えしますこのお茶というのは、あなたの腸内環境を整えてくれる、結果あなたのその痩せ菌が元気になって痩せるものが欲しくなるっていう、その手助けをですねしてくれるお茶なんですよということになります。ではここから2つ目、一体そのお茶はどんなお茶なのかというお話をお伝えしていきますね。それはこちらです。ジンジャー&黒豆茶になります。私はこちらはですね、会社が株式会社緑園、ひらがなで緑で園で園ですね、福岡県の会社でいらっしゃるんですけれども、手に取ったのはこちらのお茶なんです。でもしあなたのお近くにその同じものが全くなかったとしても、ポイントはそのジンジャー、要は生姜と黒豆茶がブレンドされてあるお茶をお選びいただきますと同じものになると思いますので、ぜひ探してみてくださいね。で私はですね、この生姜の効果と黒豆の効果が、先ほどお伝えしました腸内環境を整えてくれて、あなたのですね、もう本
当にもう体質が痩せ体質へと変わることができるお茶になるんですよね。しかも代謝が上がるんです。冒頭でお伝えしました通り代謝を上げてくれるお茶になります。まず生姜のその持つ血糖値の上昇を抑えてくれる効果が高いということなんですよね。これはあなたの血糖値が急上昇してしまう、例えば甘いものを食べたりパンとかパスタとかですね、そういったのラーメンとかドーンとその急上昇するような血糖値を上げてしまう高 GI 食品はもうどんどんですね脂肪を溜め込んでしまうんですね。その急上昇している間に脂肪が溜まっていくんです。それを抑えてくれる効果があるのがこの生姜なんですよね。でまた脂肪燃焼効果がありますから代謝も上がって痩せることができる。そして何といっても体を温めてくれるものですから、もう本当にこれも代謝が体がその温まる結果代謝が上がって脂肪を燃えやすい体にこうしてくれるわけなんですよね。でしかもデトックス効果もありますから、まずはやはり燃えやすいお体になるためには余計なものを体からこう出す必要がありますよね。大掃除です。そのためにもこの生姜が一役買ってくれるわけなんですよね。そしてこの黒豆が持つ、まあ、色の通り黒っぽい食べ物っていうのはアントシアニンが入ってます。でこのアントシアニンが脂肪の吸収をなんと抑えてくれるんですよね。でまた食物繊維が豊富ですからお腹の大掃除することができる、結果デトックスができて、またむくみも改善してくる、カリウムも豊富に入っておりますから、いかがですか。体重が減ったのにむくんだままでは見た目が変わりにくいですよね。分かりにくいです。なのでむくみを改善する上でも痩せたイコール見た目も変わったというその見た目の点に関してもこちらが大活躍してくれますから、ぜひこのジンジャー&黒豆茶、要は生姜と黒豆がブレンドされたこのお茶をあなたもぜひダイエットにお役立ていただければと思うんですね。でこちらはハーブティーをブレンドした新しい風味のお茶ですということで、本当にねあの黒豆茶だけでしたら皆様もしかしたら飲まれたことあると思うんですよね。こう香ばしくって本当にあのこういったこう大豆黒豆をこう食べるあのこう香りがやはりお茶からするってね、はああのねいったお豆の香りだと思って、私もこのお茶大好きなお茶のうちの一つなんですけれども、そこにジンジャー生姜が加わることでちょっとピリッとした感じでまたですねこうスパイシーなお茶になりますから、とっても飲みやすいですし、またポカポカします。生姜が入ってますからポカポカしますので、ぜひ飲んでみてくださいね。でこちらが私がおすすめしたいポイントがもう一つありまして、原材料です。これは黒豆かっこ国産です。そして遺伝子組み換えではない黒大豆使ってますよって表示してあります。でまた生姜かっこ国産、この国産というのがやはりですね大切になってきますよね。ぜひあなたも国産であってもプラスの有機栽培ですよね、無農薬栽培がおすすめです。でこちらは香料は一切使用しておりません。そして全て国産原料国内工場の製造ですと表記されてありますから、もう本当安心ですよね。そして飲み方なんですけれども、あのパック式ティーパックになって、あティーパックになってまして、ですね、熱湯を150から200cc 注ぎ、でしっかりとこう上下に動かしていただいて、ある程度お好みの濃さになりましたらそのティーパックは外していただいて美味しく召し上がっていただきたいなと思います。ではここから3つ目の項目、どのように先ほどのジンジャー&黒豆茶を飲むと効果があるのかということなんですけれども、やはり私のおすすめはですね、いくら良いからといってこればっかり一日中何リットルも飲むというのはねおすすめいたしません。なぜかと言いますと、あの私もそうなんですけれども、やはり体液を回す、要はこう巡りを良くする痩せやすい体になるためにはやはりその巡りが良い体ではないと痩せることができないですよね。そのために体液を回すためには一番いいのはやはりお水、天然水なんです。白湯であったり常温のお水がねやはり一番巡る飲み物なんですよね。でこういったのお茶がありますね、私別動画でもたくさん痩せる効果が高いお体に良いお茶たくさんご紹介しているんですけれども、
このジンジャー黒豆茶もそうです。全体の飲む1日の水分の摂取量の 1-2 割程度に収めてください。なぜかと言いますと、やはりお茶というのは少なからずともですね、お食事と一緒なんです。胃や腸がやはり消化しないといけないですよね、お水と違って。そうすると飲みすぎというのはやはり消化に負担をかけるわけです。なので胃や腸、特に腸ですよね、腸が疲れてしまうと、せっかく取った、こういったお茶もそうです、栄養やそのミネラルとかですね、そういったものが消化吸収できなくなってしまうんですよね、負担をかける。そうするとどんなことが起こってしまうかと言いますと、せっかく痩せると思って飲んだもの、痩せると思って食べたものが結果吸収できないわけです。そうするとそのホルモンバランスが崩れてしまって、あなたの味覚がおかしくなってまた食べたくなってしまったり、またインスリンと呼ばれる、その別名デブホルモンと言われるそのホルモンがですね、やはりうまく働いてくれないとなると、体重設定がですね、どんどん上がっていってしまうというですね、そういったその悪いサイクルやっぱり入っていってしまうんですね。なのでこのお茶もそうですし、食べ物もそうです。適量です。適量が痩せるコツです。ですからあなたもこういったお茶系は全体の2割3割にとどめていただいて、残りはやっぱりお水がベストです。ただし飲む選ぶお茶も無農薬であったり有機栽培であったり、国内のしっかりと安心安全の工程で作られたものをしっかりと飲んだり召し上がっていただきたいと思います。そうすることであなたの体そのものが痩せ体質に変わることができます。まずはあなたの腸を元気に働かせてあげることから始めてみてくださいね。そうすればあなたのダイエットは成功します。で、私また別動画でもたくさんこの腸活についてお伝えしておりますから、もう私本当ね、もう腸活バカなんです。もう大好きです。この腸活をすると、私もそうなんですけれども、過去ひどい体調不良、この腸活で克服したからこそあなたにですねお伝えしたいことがたくさんあります。その一つ一つをこの動画でお伝えしておりますから、ぜひ別の動画もご参考にされてみてくださいね。それではこの動画のまとめに入りたいと思います。一つ目です。なぜこのお茶で代謝が上がって痩せることができるのかでしたね。それはベースが腸内環境を整えてくれる食材だからでしたね。では2つ目、そのお茶は一体何なのかということで、今回こちらご紹介しましたのはジンジャー&黒豆茶になります。そして飲み方ですね、どのようにです、飲み方の作り方はね、こちらに書いてありましたけれども、全体の1日取る水分量の 2-3 割程度にこういったお茶は収めていただいて、そして残りの7割8割はやはりお水です。それも白湯であったり、温かい、お水、お湯でもいいです。また天然水がおすすめですよ。そうすることで腸内環境が整って、しかも腸に負担をかけずに、あなたは自然と痩せ体質になることができるんでしたというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。この動画をぜひ日々のあなたの健康とダイエットに役立てていただいて、どんどんご一緒に腸活楽しんでまいりましょうね。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。